もしげしげです。本日はピクトセンスっていうブラウザ上で遊べるお絵かきゲームがあるんですけど、お絵かきクイズゲームかがあるんですけど、こちらをスープロ、アヘニキ、ナチさんと一緒に遊んでいきたいと思います。それぞれね動画撮ってると思いますので、ぜひ概要欄のリンクから、まあ、いろんな視点をですね楽しんでいただければと思います。初めて使うのでちょっと遊び方を見ていたんですけど、これすごいっすね。同時に30人まで遊べますし、特にアプリとかをダウンロードする必要もないし、登録する必要もないしってことで、なんかまあ今回みたいな気軽なリモートのコラボとかに非常に向いていると思われます。まあナッチさんとはそのアップバンクにいた時に、絵しりとり、パズドラ絵しりとりみたいなことをしていたので、ナッチさんの絵はわかるんですけど、スープロとアヒニキがどれくらい絵描けるのかとか、まあ多分僕がどれくらい描けるのかも知らないでしょうし、すごい未知数なところがあるんですけれども、まあそのあたり楽しんでいきたいと思います。ではやっていきましょう。さあ行くぞ。はい、ということでスープロが作ってくれた部屋に今入りました。そしたらナッチさんも入って、あとアヘニキ待ちですかね。お、アヘニキも来たし、あ、すげえ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 、これみんなリアルタイムで描けんの？よろしくお願いします。あ、もうナッチさん、これ左下タマドラ描き始めてるのナッチさんでしょ。ナッチさんうまいんだよな。すごい、まだ始まってないのに面白いんですけど、これちょっと iPad とかでやればよかったかな。ちっちゃいな端末が、 SE2 なんですけど、人差し、僕指太いんで書けない。タッチペンないな。タッチペンあれば一番いいかもしれない。まあまあまあ、罰ゲームとかも今のところないっぽいんで、楽しんでやれればいいなと思ってます。お、始まる。順番はナッチさん、スーさん、しげしげさん、ひにきさんです。出題者はキャンバスに絵を描き、回答者はチャットで答えをひらがなで発言してください。正解の時だけ正解と表示されます。なるほど。まずナッチさんが描く絵4文字かな、これを当ててください。ひらがなで発言。ナッチさんうまいからね、多分ね早めにわかるよこれ。お、髪がピンク、髪がピンクで、角、耳、角、耳か。なんだ、あ、ディーナ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 、あ、あ、あ、うわ、アヒニキ早、え、マジ、え、早、うわ、思いついた時には打ってないともう遅いね。入力めちゃくちゃ大事だね。次多分5文字。アヒニキ早かったな。え、四角い、え、アテンじゃないでしょ。何これ何これ何これ、え、あ、あざ、はぁ、え、アヒニキ強くね、あざ、え、なんでこれであざ通すってわかんの、やば、え、アメン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 、やばい、やばい、これ本当に怒られるやつだ、これ本当に怒られるやつだ。え、だってアメン、アメンってむずくない、アメン、アメン、画像検索 OK って言われてるんで書くんですけど、やばい、これ伝わんないな。ナッチさん、ナッチさんありがとう、ナッチさんありがとう、ナッチさんが答えてくれました。いやー、絵心ね、お恥ずかしながらこんなもんなんですよ。さあ次はアヘニキが書きますが、4文字ね。なんだなんだ、でも色味はね結構ね大事にしていかないといけないと思ってる。ぶぶ、なにこれ、角、え、え、え、ぶ、なんだ、ぶぶぶぶ、ヴィーナスも違うし、え、ぶ、まるまる、あ、あ、ベロはね、ベロはね、はい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 、わかんな、あっよくわかるな、ナッチさんもさ、ナッチさんとアヘニキ強いな。次ナッチさん5文字ね。ナッチさんが強すぎるんだよな。髪緑、髪緑、え、髪緑5文字、アルテミスじゃない？ナッチさん
さんにアルテミス来たら。うえい、やべえ、書いてもらえばよかったもっと。さあ次、スーさんが書く、4文字。ナッチさんで緑の紙で赤から始まるっつったらもうアルテミスでしょ。なんだこれ、四角、四角いぞ。ポリゴンか、ポリゴン。四角いな、箱。パンドラ、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 パンドラ。あ、ふ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 、風神。当てずっぽう、当てずっぽうじゃダメだよな。何この。いや、風神こんなん立ってないもんな。何これ、ふまるまるる、フェルール。いやむずくね、フェルールなんか出てこんよ。はい、次私の番です。イルミナ、イルミナはね、モフモフ感出していきたいね。待って、むず、待って、わかんないわかんないわかんない、どう書けばいいのイルミナ。アヘニキ強よくわかるね。次アヘニキ3文字。やばい、このままいくと、あ、スーさん、スープロが今91点。ここをちょっと一発でさっといきたいね。3文字だから、なんだ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 、3文字。なにこれなにこれなにこれ、メガネかけてる。ガブリエルは3文字じゃないから、なんだなにこれ、何これ何これ、座ってるな。リリリ、あ、リク、うーわ、アヘニキとナッチさん強くね。いや、アヘニキとナッチさん強すぎるんだよな。273、246って、これドラゴン系だな。なんだろうな、4文字のドラゴン系。なんだなんだなんだ、これはクンプ、なんでわかんのだから。強すぎる。スーさん今度7文字のキャラなんで、しげしげくんの絵の後だと全部ぬるゲーやわ。それはひどい。7文字、だから始まる7文字。ダークゴー、ダークゴール、ダークゴール。あー間に合わん。アヘニキ強え、マジでマジで強え、マジで強え。間に合わん。わかっても。シャア77ドラゴン、シャア77ドラゴン。あ、でもまあ7書けばいいか。あ、違う、ダメだ。これはでも、いや、これはだいぶうまいと思うよ。おお、スーさんにポイント、あ、スーさんにポイント入ると、あ、やばいやばい、10点しかない。逆にね、うますぎる、驚愕のクオリティ。難しいんでしょうね、多分。シャア77ドラゴンの作者の方と。次4文字、4文字。え、さっきもメガネキャラじゃなかった？4文字、よ、あ、うわー、よー言うね。ナッチさんも早いんだよな、マジで強すぎる、この2人強すぎる。次ナッチさん7文字だ。いやー、そろそろ当てたいな。っていうかスープロに追いつかれそうなんだよな。アヘニキ強すぎるだろ。なんだ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 、7文字でしょ。ああこれ顔か。いや、あー、なんだっけこれ、刀加えてるやつじゃない。ヤマタノオロチ。やばい、スープロが答えたから、やばい、抜かれた、やばい。次のスープロ名前長いな、これ。1234567891011文字。ここ当てたいね。し、し、シェラザードドラゴンか。よしよしよし、このね、足のモフモフの感じね、これうまいっすね。シェリングフォード、シェリングフォードか。
抽象的すぎるな。恥ずかしい。恥ずかしいけど、本気ですよ。本気で書いてるんで。今、よし、スープロに勝ってる。スープロにちょっと差をつけたい。ドラゴンプラント、いや、ガチャドラ。ガチャドラ、ガチャドラ、ガチャドラ。はい。よし、よし、これで386。よし、だいぶ離したと。ワンチャンナッチさん。いや、でもナッチさん、90点ぐらい離れてるけど。ナッチさんが書く4文字。十字架？ラジエル？ラジエル？ラジエル？よし！よし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 ！とりあえず取り返してきてる。だいぶ取り返してきてるぞ。スープロが書くやつを、当て、あ、でもスープロにも入るのか。これは当てん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 だな。うわぁ、アヘニキが早かった。で、次私の番ですね。イズン&イズーナ。イズイズか。イズイズマン見なくてもいけるか。やばい。やばい、抽象的になっちゃうんだよな。どうすればいいんだろうな、こっから。腹がむずいわ。スープロなんでわかったのこれ。色でね。多分色で伝わりましたね。次、アヘニキが書く5文字ですね。何これ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 。ピンクの紙で、え丸丸丸丸。エスカマーリ。やばい、スープローがだいぶ来てる。あ、やばい、また縮められてる。いやー、やばいやばいやばい。結構この文字数もね、だいぶヒントなんで。っていうか、文字数なかったらわかんないよね、正直。いや、多分自分の絵が一番ひどいんですけど、さっきのイズイズとかよくスーさん分かったなって感じなんですけど、まあそれも多分文字数のおかげですよね、きっとね。はい、ということで2回戦が始まろうとしております。今度は、ヒント完全なし。まあ丸の文字とかでね、結構当てに行けたところあるんで、ヒント完全なしの1人4問の16ラウンドでやっていきたいと思います。まあだから誰にも答えられずに制限時間が経っちゃうと、その伝わった、当ててもらった時のボーナスポイントとかも入りませんから。石川五右衛門、五右衛門、五右衛門むずくない？これはむずいな。これはむずいな。これむず。小判とか書いとこうか。いや、頑張ってる、頑張ってる。今めちゃくちゃ頑張ってるけど。めちゃくちゃ頑張ってるけど。おー、ナッチさん天才。ナッチさん天才。石川君も伝わった。そう、これ伝わると、だからそれぞれに19点が入るから。よかったー。よかったー。次はヘニキ。さあ、ヘニキが書く。帽子かぶってるね。オーディンだね、これはね。え、緑オーディンとか、そういう言い方でいいのかな？なんつーの？え、なんつーの？アテナか！アテナか！そっちか！やっぱ、ナチさん強いな、マジで。次、スーさん。スープロの描く絵。スープロも、絵うまいっすね。絵うまかった、普通に。さあ、なんだこれは。なんだこれは。剣か？ネクタイ的なところか。あー、バルキリーかな。なんだこれは。ガニ股だぞ。ガニ股なバルキリーだったら嫌だな。バルキリーっていうか、うまいな。あ、ルシファーね、そっちね。え、っていうか、すごっ、強っ。やばいやばい、答えないと、答えないとやばい。置いていかれる。でもヒントなし、格段に難しくなってますね。これはもう、書く方も答える方も。ラシさんの後のシゲシゲ怖い。なんだこれは、レイランとかかな。あ、レイランっぽい。よし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 。おぶねー、スープロが直後にレイランって。よし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 。ロシェ、ロシェ。これむずいぞ。いや、これむずいな。どう書けばいいのだろう。ひでえ。ひでえな、これは。おー、アヘニキつえ。よっしゃー。ありがとう。答えてくれてありがとう。
だいぶでもみんな並んできた。スープロ以外。ここで答えよう。ここで答えてもっと差をつけよう。なんだ？槍も、あ、石っすね。うわー、石っす。あ、この持ち方そうじゃん。完全にこの杖の持ち方そうじゃん。石っすだわ。いや、ナッチさん、マジで書く力もすごいし、読み取る力がすごいな。次、スープロ。スープロの絵は分かりやすい。非常に分かりやすい。から、すぐ答えたいね。なんだ、トゲトゲしてるぞ。ドラゴンだな。ドラゴンか？なんだ？なに？この手やばいな。なんだ？なんだ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 ？あ、アテン？あ、アメン、アメン、アメン。アメン。あ、違う。これあと10秒だぞ。10秒。なんだ？なんだ？え、ゼローグ？どの形態のゼローグ？うん、アースドラゴン。そうっすね。2回目書いてたのアースドラゴンだと思ったな。フェンリルじゃない。なんだっけこれ。あ、違うな。あ、コットン。いや、早っ。いや、強いな、マジで。イナは、オッケーオッケー。いや、これ伝えたい。どうにか伝えたいな。これ腕で持ってて。どうなってるかわかんないな、体が。体がわからん。いや、体じゃなくて、なんかもう、伝える方面だよ。色でいこう。色使いむず。色使いで伝えろ。あと足で伝えろ。足と、この布感で伝える。おぉ、さすがだわ。さすが、アヘニキ。さすが。やっぱりね、答えてもらったんで、最速で答えてあげようと思います。Wi-Fi 死んだ。ちょっとカメラが止まりそうなんで今違うカメラをセッティングするんですけど、わー、昨夜答えてあげられなかった。これ昨夜か、むずいな。よしよしよし、ベロは答えて49点入って、今、あでも3位か。3位だ。いや、頑張ろう。ドラゴンか、これはドラゴンなのか。ヘビといえばメイメイだよ。メイメイ。わっ、いや、一瞬負けた。ノルザをかけと。ノルザはもうなんかすっげえわ。あれだわ、じゃあ。これで乗るぞって分かってくれるスープロ、さすがだね。しかもアヘニキも答えてるし。さあ、アヘニキが描く、なんだこの笑顔、すごい笑顔。なんだ、どういう体の形だこれは。どうなってる。角生えてて青いんだよな。なんだなんだなんだこれは。角が分からん。え、ガブリエルかなとか思ったけど、角。あ、終わった。カリンかい。カリン勝てるぞ、まだ勝てるぞ。なんだ、パッツン。あ、読み。あ、つく読みだ。うわー、負けた。悔しいな、これ。つく読みって答えればよかった。だいぶ接戦だな。当てないと。帽子だな。マジユミゼロ。じゃあリーチ。サーレーネかい。うわ、優勝ナッチさん。うわー、やば。ビリジョン。うわー。はい、ということで2回戦の結果、私269ポイントで最下位で、アヘニキが277ポイントで3位で、2位がスープロ361ポイントで、ナッチさんが450。いや、ナッチさんマジ強いっすね。これはもう多分
ね、見てる方も一番わかるかもしれないんですけど、当てるのもすごいし書くのもすごいっすね。これ強いな。負けず嫌いなんで、後でリベンジの機会をいただきたいと思います。ということで本日はスープロとナッチさんとアヘニキとピクトセンスを使ってお絵かきクイズゲームをやってみました。面白かったらぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。あとは概要欄に皆さんのチャンネル入っておりますので、ぜひ合わせてご覧ください。ということで本日は以上です。さよなら。